G 大阪がルヴァンハイ準々決勝第2戦で G 大阪と対戦し、4対0で勝利しベスト4進出を決めた。ホームでの第1戦を0対1で落としていた中、前半24分にゴール前のこぼれ球をフォワード山田大翔が詰めて先制。同32分にはディフェンダー鳥海浩二のパスから山田が抜け出し、シュートのこぼれ球をフォワード加藤陸次樹が押し込みリードを広げた。後半も効果的な攻撃を仕掛ける C 大阪は、後半11分に元日本代表ミッドフィルダー藤田のミドルで3点目。さらには相手のミスから途中出場のフォワード松田力もゴールを奪った。後半21分からは10年ぶりに復帰した元日本代表ミッドフィルダー乾隆が途中出場。左ミッドフィルダーに入り、同28分にはスルーパスを繰り出すなど見せ場を作った。試合はそのままタイムアップを迎え、C 大阪が4対0で快勝。公式戦の大阪ダービーで C 大阪が4点差で勝利するのは史上初めてとなった。8月末から新たに小菊明夫監督が指揮を執る中、初優勝した17年以来となる4強入りを決めた。